んだろう、単純にその感じ方が大きく違うような気がしますね。女性の方がどっちかというと懐深くセックスに対して受け入れる。男性っていうのはどちらかというと、こう、何か見返りがあったものに対してじゃないと、こう、働きかけが弱い気もしないでもない。だから、こう、男性が甘えてあやすようなセックスの方が、私は正直成り立ちやすいような気はするんですよね。男性がこう、いつも力強くなきゃいけないっていうのは、ちょっと今の風潮に合ってない気もして、どちらかというとなんか男性を受け入れて、女性も強くなきゃいけないし、男性も強くなきゃいけないって、今すごい矛盾したことを提唱されてるから、だからどっちかが受け身になってあげないと、男女の関係ってなんかうまくいかないような気がして、どうしてそこまで男のためにやってあげなきゃいけないのっていう人はいるかもしれないけど、それはやり尽くしてから行ってみた方がいい気がする。なんかそこまでやり尽くして、なんか自分自身が空っぽになってぐったりして、それでも男のためなんでここまでしなきゃって思うんだったら、それは理解できるけど、多分男性に、なんだろう、ものすごい甘えさせてあげることをしたことがない人の方が多い気がするんですよ。だから男性も十分にその人に安心して甘えることができたら、なんか関係性ってもっと深くなるような気がするんですよね。